演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ローソンの中華まん4種類を食べたいと思います。この前セブンイレブンの中華まんを食べ比べたんですが、今回はローソンです。まずこちらが黄金肉まん、ちょっとこちらが通常の肉まんです。通常の肉まんよりも黄金肉まんがやっぱり大きいし重量感もありますね。ピザまん、粒あんまんです。ではまずは代表としてシンプルな方の肉まんから顔を出してもらおうかな。やっぱりシンプルなのが一番測りやすいですからね。中身はこんな風にぎっしり入ってますね。ではいただきます。まず最初に4つに共通している生地につきましては、どっちかというとふかふか系でスッと歯が入っていくような、そんな感じですね。セブンイレブンの弾力ある生地とはまた違った美味しさもあるのですが、自分はどちらかというと弾力な方が好きですね。なので生地ではセブンイレブンの方が上かなとも思います。ファミリーマートは食べたのがだいぶ前なのですっかり忘れてしまいました。また食べたいな、また食べて思い出そうかな。で、とまあ前置きはこの辺にしておくとして、まず最初に食べた肉まんですが、やっぱりこれはシンプルでしたね。シンプルに噛んだ瞬間に食材の食感や旨味が口の中にふわっと広がりました。タケノコとかも入っていて、それらのザクッとした食感もあって変化があったのが良かったですね。お肉もで、ピザマン、これはちょっとチーズのトロッと感がなかったかなというふうに感じました。溶けてはいるんですけど、まだ食感が残っていて、そういうチーズが好きな方にはいいんですけど、ピザマンのチーズはどちらかというととろけていて欲しかった部分があったので、これはちょっと残念かなと思いました。まあ自分が買ったものがたまたままだ温度が十分上がってなかっただけなのかもしれませんが。で、こちらの黄金肉まんは黄金と名の付く通り、通常の肉まんに比べると和風の旨味がプラスされていて、大きさもボリュームもうまさも全部上がる上です。なのでこれが一番今回の中では美味しかったですね。で、先に言ってどうするよそれは。和風の味付けもちょっと入っていて、ちょっと変化球の味、肉まんが食べたいなっていう方にもおすすめですね。そして最後に食べた粒あんまん、これも割とシンプルな感じで、口の中に入れた瞬間に粒々のあんこと甘さが口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。やっぱり甘い中華まんの定番といえば粒あんですね。もちろんこしあんも美味しいですけど、で、先ほども言った通り今回はこちらの黄金豚まんを代表としてこちらの点数とさせていただきます。やっぱり美味しかったですね。中華まんは手軽に食べられるのは良かったです。手軽ってなんだ手軽。それでは猫の恋、神経性胃炎を招くかな。いやいや、招いちゃダメだし、でも恋で胃が痛くなるというのもなんとなくわかる気もせんでもないですが、どんな生き物でも恋は大変なんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。